今回ね、あの前髪の動画の続きに一応なるんですけど、え、別人じゃん。髪を通じて人生を変えます、イメチェンチャンネルのチラです。はい、今回はですね、皆さん梅雨の時期に髪の毛の広がりがね、もうすごい気になっちゃってしまったりとか、まあお客さんでもよく言われるんですよ。どうにかなりませんかみたいな、宿毛矯正はでもしたくないんですみたいなことありまして、やっぱりね、雨降ってきてしまった時に綺麗に自分でできるのが知りたいですよね。ということでですね、今回岸先生にちょっとご登場いただいて、今回ね、あの前髪の動画の続きに一応なるんですけど、全体を綺麗にアイロンでやる方法っていうのをちょっとお伝えします。で、今は前髪もまだやってない状態なんで、こういう癖の方も結構多いと思うんですよ。で、すごいね、簡単にできるのね。うん、めっちゃ簡単、めっちゃ簡単なので、皆さんぜひね、この動画を見ながら一緒にやってくださいね。皆さん一回ここのあの動画止めてでもいいんで、アイロンを出してもらって見てもらえたらなと思います。では早速やっていきましょう、どうぞ。はい、ということでですね、今回は前髪じゃなくて全体のアイロンの通し方ってところなんですけど、やっぱり癖で髪の毛が横にこう広がっちゃう人とかって結構多くて、パーマ風にね、スタイリングしてくださいとかって美容師さんに言われたりとかすると思うんですけど、いやいや待てと、できねえよっていう声がもう、あ、もう聞こえます、ありがとうございます。綺麗に伸ばしたいと思うんですよ。でもアイロンでやってもうまくいかないっていう経験あると思うので、やっぱ実際にやってもらっているね、人の意見とかを交えつつ、皆様に分かりやすすくお伝えしていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、前髪が綺麗になっておりますが、はい、前髪をやった動画を撮り終わった後でございます。そうでございます。それはあの別の動画ありますので見ていただいてね、はい、見てください。はい、後編でございます、はい、ということで、どういう風にまずいきましょうか。まずは、はい、朝起きた状態、まあ私本当リアルにこれなんですよ、ね、結構ね、結構もうおにぎり状態、うん、おにぎり状態おにぎり状態なので、はい、まずはまあこの状態でアイロン通しても結構時間かかっちゃうんで、うまずは水スプレーで濡らします、はい、全体的に。じゃあ濡らします。濡らすのも全体的にね、まんべんなく。そうそう、まんべんなくね。で、水スプレーがないよっていう人は買ってください。水スプレーはね、買った方がいい、マジで。手でやるの絶対ムレアができちゃうんで、水スプレーだけはね、ちょっと買ってほしいかなと。あと楽、こっちの方が、ね、絶対楽だよね。そうそう、指で濡らしてたらね、時間かかるから、ってしょうがないから。本当にまあこんな感じで濡らし終わりました、うん、そしたら、ね、結構濡らすだけでめっちゃ収まるんですよ、実は、うんうん、けどまあ、ね、これで広がるんですよね、うん、まずこんな感じで溶かします。そしたらドライヤー、はい、はい、乾かし終わりました。乾かし終わりました。皆さん、乾かす時のコツが多分聞きたいと思うんですけど、うん、乾かす時のコツは、はい、上からドライヤーを当てます、うん、で、溶かす、そう、溶かしてるだけです。ほんと何にもしてない。なんで皆さん、ブラシをね、用意してくださいね。この後はアイロンを通していくんですけど、はい、でもやっぱりちょっとこういうピンで分けた方がいいです。やりやすいよね。やりやすい、その方が。今聞こえたんですけど、はいはいはい、乾かし具合ちなみにどれぐらいがいいんですかって今聞こえました。乾かし具合、完全に乾かした方がいいのか、はいはいはい、ちょっと濡れててもいいのかとか。完全に乾かした方がいいです。なるほど。ちょっと濡れててアイロン通すと、うん、髪は傷みます、まあね、そうなんです。髪が傷んじゃうんで、しっかり乾かしてください。で、この辺から8くらい髪を分けた方がいいってことね。そう、分けた方がいいです、うん、やっぱ内側の癖を直さないと途中でやっぱり広がってきちゃうんで。そうなんですよね。こんな感じで止めます。で、アイロンで癖を直していきます。アイロンを通す時はまずまあ耳から前くらい、これくらい持って、うん、で、こんな感じでちょっとこうピーンとまず貼るってことですね。そう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 。で、この辺から 1,2,3いいですねって感じです、うん、まず髪の毛を張るっていうのは大事ですね。そうそうそう、こう引っ張るっていうのは大事です。あと、なんかこの根元の癖が気になる人はそこだけ取って、また 1,2,3 って感じです、うん、やってみると結構この動きできないんですよ。見てるとなんかできそうな気がするけど、なんだかんだね、手が低かったりとか、このピンと張り具合が張れてなかったりとかするんで、そこで意識しっかりしてくださいね。なので一緒に今アイロン通さなくてもいいから、ちょっと髪引っ張ってみてほしいんですよね。そうすると覚えると思うんで、はい、いい感じです。いい感じです、うん、もうすでに全然違う。そう、ありがちなのがね、髪がね、多分こうなってたりとか、あと溶かせてなくて下の毛とかをめちゃめちゃ持ち上げちゃってこうなってるみたいな、ちゃんと分けると束が細くなる。下からも持っていっちゃうとこうでバーってなっちゃう、うんうんうん、こういうのないようにした方が綺麗になりやすいですね。はい、はい、結構やっぱ左右で違うね。違う、もうこれだけで全然違う、うん、いや、もう見てる人がみんな知ってるの、これ、ね、このつやめきですよ。つやめき、つやめき、こっちカメラの方が見やすいかな。
このきらめきですね。あ、きらめき。で、右側も同じようにやっていきます。はい。はい。で、右側をね、やるときに結構皆さん陥りがちなのが、手がね、右利きの人ってやりづらいって言うんですよ。あー、そう、確かに。左側はこうするからできるんだけど、うんうん、右って、いや、手前から入れるの、それとも、今の騎士みたいにこう後ろから手入れるのどっちなのっていうところだと思うんですけど、もちろんやりやすい方でいいんですけど、うんうん、手前からねこうやって入れる人結構多いんですけど、癖伸ばしたい時はやっぱこうやって見えた方がやりやすいから、うんうんうん、左向いて右を後ろからこうアイロンを入れるっていうイメージですね。だいたい髪の毛にこうアイロンを当てて長い時間ずっと当てない方が髪は傷みにくいんで、そこはすごいまずは抑えてほしいポイントですね。で、髪の毛を二分割にする人もいれば、毛量がめちゃめちゃ多かったら3個ぐらいに分けてもいいです。で、分ける位置はだいたい8巻きを巻いてきたぐらいのラインというか8ラインですね。左右でね綺麗になるとこんな感じでサラサラなんですけど、はい、皆さん知ってます、後ろができないよと聞こえてくる、ね、あの憎きバックサイド、後ろができませんということですね、はい、後ろカメラご用意しておりますんで皆さん、はい、後ろの様子も一緒に見ていただきましょう。はい、はい、じゃあ後ろをやっていくときはハーフアップをするときみたいな感じで、まあ適当にこんな感じで分け取ります。はい、そしたらこの後ろの内側が出てくるので、これをこんな感じで掴んで、鏡でまあちょっと見える部分あると思うんで、こういう感じで挟んでいきます。そうそうそう、髪の毛はねちょっとこう前に持っていくようなイメージでやってあげるといいですね。こんな感じで、でも本当にこの後ろの後頭部って見えないんで、もう感覚で束を取ってアイロンを挟んでこんな感じでいきます、うんうん、これ本当に僕の持論なんですけど、ここはね最悪やんなくても見えないから、そうそうそう、表面だけでもいいんですよ、うんうんうん、皆さん。でこの表面を下ろします。で表面もこんな感じで、もう後ろノールックなんだけど、こうやって取って、でもこの時になんか適当にぐしゃっと掴むんじゃなくて、指で溶かすっていう、そう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 、で引っ張るね、うん、これがめっちゃ大事で、ビューッで、そうするとツヤが出ます。ツヤが出ます。髪の毛をね、しっかりとまず指で掴んで、ぐしゃぐしゃな状態でアイロンを入れないってことです。だいたい何分ぐらいでできる？いつも本気出したら。これ本気出したら、5分かかんないんじゃない？皆さん、朝の5分、人生がかかる。やってみてください。はい、で綺麗になりましたら、はい、皆さんね、これで終わりじゃないんですよ、はい、ってことですよ。美味しいご飯をね、作って、ラップをして、保温しますよね。一緒です、はい、何が言いたいかというとこちらです。ドドーン、天下の宝刀 N.すごい、これ、ね、オイルをつけて髪の毛に油膜を貼りましょうということでございます。で手に出しましょうか、はい、何プッシュくらい、3プッシュぐらいですかね。3プッシュくらい、まあ500円玉くらい、ね、うん、手にしか出しません。 ですね、でまずは内側につけていきます。結ぶようなイメージでね、そうですね、こんな感じでつけていって、こうちょっとこうぐるぐるぐるってやっちゃってもいいですかね。そう、長い人は毛先につけるのが結構ポイントなんでね。そう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 、ここの本当にこの先の先まで結構意識しないと、結構みんなね中間のここら辺でこうやって終わりなんだよね、これで、うん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 、だけど違う、ここまで本当にここまでしっかりやってほしい。でこれオイルつけてあげると髪の毛が油膜がね張るから、髪の毛って水分を吸おうとするから、この油膜があると癖が出にくくなるのよ、うん、これだけでも効果あるから、うん、なんならこれやんないとそうなんです、癖出てきちゃうんで、どんなにアイロン頑張っても、そう、衝撃の事実だよね、うん、衝撃の事実、ここ飛ばした人多分もうみんな泣いてると思う、うん、泣いてる。で余ったオイルで前髪をつけます。そう、余ったオイルで前髪をつけます。こんな感じで指の間のもう残ったオイルをこんな感じでつけてあげると前髪の癖も出てきづらくなります。前髪つけないとね、汗とかで特に額のここら辺の癖出やすいから、しっかりとつけてあげてください。はい、スプレーとかは、まあ、やってもいいですけど、うん、オイルだけでもいいかなと思います。いいかなと思います。概要欄貼ってあります、はい、ベビーオイルじゃダメですよ皆さん。めっちゃサラサラじゃない？っていうかボリュームが超収まった。え、
別人じゃん。替え玉じゃございません。替え玉じゃございません。いや本当に、ね、知ってたけど、うん、やばいよね。やばいやばい、本当にやばい。そう、ビフォーアフターがガチで別人すぎて、うん、サムネ詐欺かと思いきやガチっていう、うん、これでガチ。皆さんね、一緒にやってみてください。アイロンのやり方とかは特に難しいと思った人とかはやっぱやればね、うまくできますんで、うんうんうん、そう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 。で、あと前髪気になると思うんですよ皆さん。前髪どうやってやるのって思うんですけど、これ綺麗になってますけど結構癖強いからね、前髪めっちゃ強い、めっちゃ強いから、うん、なんでこう前髪の入れ方動画ございますんで概要欄にあります。多分それが前編になってる気がします。わかりませんけど見ていただければなと思いますんで。まあこの時期やっぱ髪がね広がって、あ、やだなって思うと思うんですけど、うん、練習すれば絶対できるんで、うん、これだけで、あ、なんか今日頑張れそうみたいな ね、 そうそう、楽しくなってくるね、楽しくなると思うので、はい、まあちょっとお家でこの動画を見ながらこうアイロンの通し方をやってみてください。僕のチャンネルですね、こういった髪とか美容のイメージをチェンジするような内容というのを発信しておりますので、他の動画もね、前髪だったりとか顔型診断だとかいろんな動画を上げておりますので、チャンネル登録をしていただくと見逃しがないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。